代の007ニュースパイヒーローの誕生、エージェントコーディ。1000万ドルの巨額を投じて訓練された CIA 史上最年少のスパイ、それがコーディ。 CIA 本部そして秘密基地も007に引けを取らない。ガジェットその1、ソロトレック、リフト式エアクラフト、2人乗り可能だが向かい合い乗車は禁止。ガジェットその2、ジェットボード、スノーボードにジェットを搭載、かなりの飛躍力を発揮。ガジェットその3、エージェントスニーカー、強力な吸盤が天井歩行を可能にしている。かかとには小物入れもあったりする。ガジェットその4、エージェントサングラス、望遠機能、映像送信機能付き、また投資機能もあるが未成年には R 指定が入る。ガジェットその5、愛車はもちろんフェラーリ。 CIA 最年少スパイを演じるのはアメリカのジャニーズ的アイドルスター、フランキー・ムニッズ。ヒロインには全米ヒットチャートナンバーワンに輝き、今やブリタニーをしのぐ人気のヒラリー・ダフ。全米初登場第2位、4週連続トップ10入りの大ヒット、エージェントコーディ。エージェントコージー富田もおすすめです。